田原元町とサッカー JFL に所属する奈良クラブがスポーツ振興などで協力していくことなどを定めた包括連携協定を結びましたきょうは協定の締結式が行われ田原本町の森明弘町長と奈良クラブの浜田充社長が協定書に署名しました協定ではスポーツ振興や青少年育成など 様々な分野で連携していくことが定められています田原元町には奈良クラブのトップチームなどが練習拠点とする奈良県フットボールセンターがあるほか5年前からは奈良クラブの選手が町の学童保育でサッカーの指導などを務めるなど協力関係があったといいます森町長は田原元町は健康寿命を延ばすことをテーマに町づくりを進めている 協定をを結べたこととは力強い一歩だと期待を示しましたまた浜田社長も奈良クラブと関係ができてから町が良くなったねと町民に思ってもらえるよう連携を密にしたいと意気込みを語りました